回私は議員総会で話をしましたから、あなたちゃん言い直ったでしょ、私聞いてたから、改めて言いませんから、皆さん方から何か質問があれば。フリーランスの高橋と申します。はい、あ、フリーランスの意味調べてきました。ランスはね弓矢を打つんだ。だフリーだからやっぱり俺を打たんでくれよ、お前。適切な、だからあの護送船団ではないっていうことなんだよね。なるほどね。いいランサー、ランサーで契約、ランサーはね。わかりました。あのこれでなんですけれども、うん、復興のための官民パートナーシップというのが外務省のホームページに載っています。これはあの、まあ、三次補正以降の本格的な、まあ、被災地の復興事業にアメリカの企業を日本の企業と差別なく参入させろというプログラムのようなんです。で、外務省はこの点、内容をつまびらかにしてないんですけれども、これ原案、アメリカの CSIS っていう、戦略国際問題研究所、まあ、つまりアーミテージとかあのマイケル・グリーンといった強力なジャパンハンドラーズが作ったもので、が原案になっています。これ11月の4日に開かれる APEC で要望書を提出するらしいんですけれども、あのこういったこと全然オープンになっていないし、外務省の担当者もはっきり話さないんですけれども、こういったもの、あ、こういった動きっていうのは国民新党に政府の方から相談っていうのはありますか？ん？何？登壇？相談がある。それはどこが発信してんの？これは外務省が進めてるんですけれども、アメリカとしてやってるんですけれども、それはね、基本的にはこんな大震災、原発の問題等についてね、日本だけの力で対応するということじゃなく、世界の知恵と力を借りるのは私は当たり前だと思うね。だからそういう意味においては全く外国の初のノウハウだからダメだとかね、そういう仕分けはすべきじゃないと。基本的には私はそう思います。ただ復興事業、まあ、10兆円規模に収められようとはしていますけれども、うんうん、こういったものもあの大半がもし外国企業に入札されるような形になってしまったら、落札されるような形になってしまったら、この景気刺激策っていう面が損なわれることになりますよね。一波及三次波及効果っていうのもなくなってしまうので、そのあたりについては、それが一つだね。私は前提は日本の企業が、自分たちの国で起きたこういう大災害に自分たちの責任を持ってね対応するんだということがないとね、政府の押し癖で民間企業がやっていくことについてね、ああそのとこうやるわけにいかないよね、だから民間のやはりそういうね、自主自発的な復興へのね取り組み姿勢というのは前提としてね、政府が国内だけね、こう仕事を発注すると役にいかないと、私はそんなことはすべきじゃないとね。そんなことはすべき、だから国内だけね差別をしてやるなんてことはすべきじゃないと、ね、それとね、今もう国内でも習ってるのは、被災地のいわゆる企業ね、まあそこを優先的に復興に対して参加していく、当たり前だと思うんですよこれね、それは当たり前だと思うけれども、全国のいろんな企業との垣根を作ってね、一切そういうの排除すると、他県のものはね、という閉鎖的なことで、この復興事業を私やるべきじゃないと。地元はもちろん優先だけどもね、垣根を作ってやるべきじゃない、スピードと質素、その辺は裁量でやっていく、裁量というか当たり前のことだと思うんだけどね、ただで妙なこう復興をめぐって妙な利権争いみたいなのがね、
起きちゃいかんと思うな。それはやっぱ政府がしっかりしない。一方で外圧に押される格好で全然地元まあそんなことない。それはね、まあ、日本の場合はね、落ちりやすいんだけど、今ではそうだからね、そんなことをやってたらさ、まあ、日本が自らの力でやるあれがなくて、外国に頼りますみたいなね、ことで復興がやれるわけない、基本的に。うん、それは、はい。それ誰が言ってる？いや誰がそんなくだらねえことを誰が言ってる、うん、くだらねえことを言ってるやつに俺いちいちさ、国民新党の代表がコメントしか言ってない。そんなことは言えないでしょ。他にが注目です。何消されてるの？今度会議を見せたかったのはね、やっぱ総理の外交日程とかね、そういうのがあるでしょう。そういうことを配慮してやったんだけどね、そういうことをある中でも震災というね、こうした大きな問題、また世界経済がおかしくなってきてるんだからね、それに対しての我が国の財政経済的なね対応、もう急いでないかんでしょ。そういう意味では速やかに、臨時国会を招集して、その会期は十分取るとということが大事なんですね。数年国会でいいんですよ、本来はね。すると会期延長した方がいいっていう、お前たちはちょっと短絡的なこと、本来的に。ただね、言えることはさ野党は会期会期言うけどね、言うけどね、審議をよ、上げ足取りにやってさ、個人攻撃してね、国政の中身についての議論をしないでね、いたずらにね、あれだろ、持ち時間を費やしちゃってるでしょ。そんなために会期をいくら何か取ったってね、国政ってのは前に進まないんですよ。国会の場っていうのは嫌がらせの場じゃないんだよ。堂々と政策論議を野党と政府との間でやっていくという、本来の筋からね離れた国会運営ってやってますよ。これは政府にも問題もあるしね、対応対応するのがね、丁寧に丁寧にさ、重箱の腹をのね隅をねほじくるようなことをマスコミがおるとよ、またマスコミが提供する場合もあるんだろうってね、そんなことを根掘り掘り根掘り掘り、そんな予算委員会もね、そうでしょ。あてがない、その時もお母ちゃんからお金もらったの知ってたろう、そればっかし聞いてたろう。それで会費を費やしちゃってんだよね。それじゃ意味がないんだよね。だから会費は十分取ればいいけども、内容を剥げ足取りのね、つまらんばっかり議論しないで、国家国民のためのきちっとした議論を野党がしていくということがね、求められるね、今の国家の状況を。他に質問ございますか？別件で、冒頭のご挨拶で、選挙制度改革の見直しの政策のご試験もありましたけど、もう一度ありましたけれども、自民党や民主党は一般的に比例の方を削って、選挙区あまり削らないというスタンスですが、与党の国ではなく公明党とかとの意見は、一致できていく。俺は別にさ、この小党におるから小党に有利という意味でじゃなくてね、それは私は今の選挙制度の中において、まあ併用制というのか、小党にねの小選挙区での議席を状況を加味したね、
配分ね、比例分配分すべきだと、私はそうすべきだと思うな、ね、まあ、公明党もそれに似たようなことを言ってるけどね、もうそれ与党の中からね、与党の中での選挙制度に対するね議論をする場合には、私はそういう方向で議論をしたいと思います。それ書いてもらったら結構ですよ。別に公明党に資料をするわけじゃなくてね、自公というのは、ね、大政党の英語の立場からどうしてもね、言いやすいね。はい、どうぞ。フジテレビの西垣と申します、うん、政府と与党の政策の今後の決め方についての質問です。民主党が、今後、政府民主三役会に党の方でもいろいろと政策をするにあたって議論をするということを先ほどの両院議員総会で決めましたが、与党としてこれは民主党が党で議論をすることに時間をかけるということが、与党が政策を決めていくプロセスに何か影響とかっていうのは今後出るんでしょうか。いや、十分民主党の中で議論をしてもらいたいですね。民主党の中できちんと議論をした上で、ね、また国民新と連立を組んでるんだから、我が党の意見とのすり合わせをねしていくという、そのことも民主党やらないと、自分たちの党内で決めたことだからね、これはそのまま連立、ね、政権の政策になることはありえません。例えば今度参上選手で、まあ、税源で、まあ、税制改正ということで民主党内の中には意見がもしかしたら違うことがあるかもしれませんが、民主党内で時間をかかった場合に与党としてのこう政策をまとめるのにも遅れが出るとか、そういった懸念っていうのは今後あるんでしょうか。うん、まあ、うちはうちなりにね、財源についてもね従来から議論をして一つの方法を出してますからね、まあ、それを全部というか国民新党の単独政権なわけだからね、そうはいかないけれども、民主党の考え方と政調レベルでね、きっちりと協議をして政案ができたのが政府の案になっていくということで、国民新党の案を積み残しておいてね、民主党の中で議論をしてまとまったからそれで政府で行くと言ったらね、自民大臣が困るだろう、違うからサインできなくなる、ね、何もね優勢法案があるから人質に取ってるところにはならないです。優勢だけが政治じゃありませんからね。これは今度のね野田総理との間でも政策協定したでしょう。それには、ね、2年前の3党の政策協定をこれを尊重するということになってるわけだからね、それは優勢だけの話じゃない。逆に言えばその民主党の側も方針ありき結論ありきではなくて、あれだけの大所帯だからきちんとした議論をした上で国民新党との連立の国民新党との協議に入らなければ、民主党の側の方々が逆に国民新党との協議の際にぶれてしまうということになられる。とするとそれは民主党にとってよろしくないことでしょうから、その意味で亀井代表は今の発言をなさっていると思います。ありがとう。新本新聞の川井と言います。すみません、先ほどの質問の関連で民主党がその政策について意思決定をする上で、当初は政調会長にですね事前聴取を求める方針から最終的に三役会議の設置ということになったんですけれども、まあ党内でも綱引きがあったようですが、三役会議ができたことについて亀井代表はどうですか。これは民主党の党内に干渉する気持ちは全然ありません、お好きなようにお決めになりゃいい、ね、しかしそれと国民新党との政策協議というのは別の話ですから、それはちゃんとやってくれると思います。やらなかったら前へ進めません、ね、政策をまだ、財源等を含めてね。他によろしいでしょうか。どうぞ。はい、民主党の代表質問ですが、国民新党の代表質問ではどのような方向性を考えていらっしゃいますか。うん、これは下井会長がねやりますから、彼から一応講師はこうしたいという見せてもらいましたけどね、まあ、今練ってる最中でしょうか、ね、
それはもう私が投資会談でも言ったこと、これも国際会見で全部皆さんのために話してますけどね、そういう両党間の政策協定のね、に従ったね、やっぱり政治をやってもらうと、ね、これは震災対策、また財政経済運営についてもおられることですね。それをやってもらう。皆さんよろしいでしょうか。他にございますか。世界日報の野村でございますけれども、うん、今報道によれば第三次補正ということで、まあ、10兆円規模の予算が報道されておりますけれども、まあ、これはやっぱり財務省のそろばんの上で計算されたものであって、まあ、極めて額としては少ないように私自身としては感じるんですけれども、まあ、この点について国民信託としてどのようにお考えていらっしゃいますでしょうか。これはね、まずね、震災復興についてのね、これ原発についてのも同じことだったね。まだグランドデザインをね作ってないんですよ、ね、グランドデザインが出来上がっていないと、それをこなしていく具体的な政策、その財源というのはね、本当は決めようがないですね。残念ながら震災対策の基本的なことがまだ決めきれてないというね、中でのじゃあ三条制三条制という言葉だけが飛び交えるかというでしょ。問題は、どういう復興をするんだというね、復興会議がいろんな案出してるけど、そのうちのどれをやるんだと、ね、それ以外何をやるんだと、どういう形やるんだということがね、全然決まってないでしょ。掛け声ばっかりしてあってね、それが決まらないと金目の話だって本当は出てこないの。ちまちましたものしか出てこないでしょ。あれはつかみ銭しか出てこないの、ね、だからこれはね、もう第3次をどこまでのことを言うのかね、まだその後第4条をその時点にやるのか、ね、来年度参院選とどう関係していくのか、それは全部引っかかってくる話なんでね。とにかく何よりもね、早く復興計画の中身をね決めていくことなんだ。小田政権のやることはそれを選んでむにゃむにゃ言ってったって何にも中身が変わらない。時計のあれが今止まってるような状況でしょ。まあ、ようやく原発で避難している人たちがね、どこの地域の人がね、いつごろ帰っていけるとか、これは当分帰れないとかいうね、一応おぼろげなものは今はね、ちょっと出てきたけど、もうちょっと明確にね、具体的に、皆さん方は奥のとこだけど、この地域ね、もう10年以上から20年。お住みになることはできませんということで、明確に早く示さないとね、少々の、ね、これがあったっていいんですよ、ね、乗り分があったっていい、それを精密に科学者がね、ね放射能をその測定して、外健康関係がどうだっていうね、みんな違うんだから、これはその野田総理もそうですけど、それは全部違うんですよ。そんなものをね、きちっと精密に確定できるようなね、ないよ、データが。広島、長崎の原発とか、チェルノブイリとスリーマル、これしかないんだから。放射能が具体的に人体にどういう影響を与えていくのかというね、そう、基礎的なデータってないんですよ、あまりね。そういう手探りの中でね、手に住んでる人たちを。将来の生活、健康をどう考えるかという精緻なことがね、総理やれるはずないんだけど、この科学者はこう言ってる、こちらの科学者はこう言ってる、ね、振り回されたらうち時間が経ってる、そうじゃなくて現在の後限りのね、この判断、これ政治がやるように判断して乗り面をちょっと、ね、多く取ってね、そして大胆な彼に止めようとせずにやればいい、
そう予想した以上にね、放射能の影響が少なくなるんであれば、それはあと冷静していけばいい話になってね、その場合避難してしなくてもいい人まで避難したことになるかもしれないけど、それはその場合には政府が保障してね、お詫びをしてちゃんとしていくでしょう、ね、でちゃんと何メートルになるこうだああだってね、何月何日からってそんなことやれっこないんですよ。もうマスコミ勝手なね、その自分たちが持ってるデータだとか解析に基づいてるね、トンボも発信するでしょ。政府までがそうなっちゃうからダメだって。これは前から余談になるけども、前の感想にもね、それ言ったの。だって測定したあのシーベルトの単位自体がね、千分の一だったりさ、万分の一になったり、それ全部使え、単位が全部違うから。まあ、だって分かるかいって言うんだったら、総理ね、あんたはね、新聞で見る単位が全部違う、なんか分からないですよね。でしょ？単位も統一をしてね、同じ単位で外に発表していくと。厚労省の発表とさ、保安院の発表と、ね、の文科省の発表と、現地の発表ね、同じ単位で、で、従来のね、チェノブイとかもそういう前の時いろいろな、まあ、広島のものはもう一度古いけど、いろんな経験を踏まえての、一つの、ね、人体には、もうこれ以上蓄積されたところに、ね、拒絶することは危険であれば、それでサップ線を引いてね、そこに対して大胆なお金を吸い込んで対応していくということを言う。精緻なことはね、いくら眠られてモニタリングで測っていったってね、姿なきね、もう回答と喧嘩してみたいな話だよ。掴めないんだよ、なかなか放射能がね、局地的に飛んでいくでしょ、飛んでいってるし。現在だってそうでしょ、特に20キロ圏外の場合っていうのはモニタリングだってそんな精緻に置かれてないもんね。精緻にはできないでしょ、ひどいんだから。だからそういう場合にはやはりね、思い切った仕分けをしていって大胆な対応を打っていく。過剰な対応であった場合はね、後から訂正するしかない。お詫びをしてね、みんなそれ生活がある話だ、生活迷惑を受ける話だからね、それは国が思い切って保証していってさ、やればいい話だ。そういう思い切った大胆な仕切りをね、それは僕は菅総理も言ったんだけど、これは野田総理もそれを言ったんだけど、あんまり精緻な分析とか解析にとらわれたね、細かい対策をやろうとするか、結局何もできないこと、時間だけ経ってでしょ。あんまり頭のいい人を対策を取ってるとさ、そうなりやすいもんね。どうだよ、他にご質問ございますか。ちょっと話し合いだよ。よろしいでしょうか。では会見を終了させていただきます。はい、どうも。ありがとうございました。